桃江ナイスコンビ、ナイスコンビね、本当にね、萌ちゃんとはね、ずっとどこにでも一緒にいるよ。なんかね、皆さんが思ってる3億倍ぐらい仲いいと思う。だってさ、まあ、確かにね、年齢がね、5個離れてるんですよ、私、萌ちゃんと。びっくり。でもなんか本当に、喋ってると全然感じない。それは多分萌ちゃんのセリフなんだと思うんだけど。あのね、私が大人とか、萌ちゃんが子供とかそういうのじゃなくて、なんかね、違うんだよね。そういうのじゃないんだよね。それぞれが多分そうな性格だし、なんで萌ちゃんはすごいしっかりしてるし、すごい人だけど、なんかそれがいい感じにマッチしてる。お互いノリとかさ、そういうとこが合うのかなって私的には思ってます。気が合うのかもしれない。普通に。普通に気が合うのかもしれない。なんかね、私、ノイミーにいると、ちょっとさ、なんか、おふざけみたいな言葉、例えばちょっとなんかボケてみたみたいな言葉とか言うと、絶対に萌ちゃんかチコリータは、クスッとしてくれるんですよ。か、乗ってくれる。私の、その何、ボケをね、理解してくれるの、その二人は。だから、その二人はちょっと本当に、大事。私のボケ人生において大事な人ですね。そう、反応してくれるの。なんか他の子はちょっとどういうことみたいな、んみたいな時が結構あるんですよ。伝わりにくいのかな、だって。あ、チコリータは永田しおりちゃんのことです。チコリータなんてさ、あだ名つける人いないじゃん。チコリータぐらいですよ、許してくれたの。そう、なんかちょっとね、知的なのよ、チコレーザのボケは。あの、チコリータと萌ちゃんはちゃんとね、あの、知的な方なんですけど、私はあの、各メディアから取り入れた各メディアから取り入れた言葉たちなので、はい。別ですよ。